日本全国の皆様、海外の皆様、バチカンの皆様、ごきげんよう。おはようございます、こんにちは。この放送は大阪市の大阪城ホールからライブでお送りいたしております。これから日本時間の午後3時過ぎまで、神のしもべユスト高山右近の列腹式のミサを中心に番組をお届けしてまいります。私は司会をさせていただくイエスのカリタス修道女会のシスターエリザベット前田千秋です。解説をさせていただくイエス会のレンソデルカ神父です。神父様、よろしくお願いします。よろしくお願いします。For the people who are seeing this live event in English or in other languages, welcome to you all. We are now in the Osaka Jo Hall in Osaka, Japan, and we are going to assist the beatification mass of Takayama Ukon. Renzo 神父様はアルゼンチンのご出身で、現在長崎の日本26聖人記念館の館長であり、3月からイエズス会日本管区の管区長に就任なさるそうです。はい、紹介ありがとうございます。はい、さあ、いよいよ待ちに待った右近の列腹式ですね。そうですね、日本とマニラの教会、また全世界の教会、待ちに待った右近の列腹式です。はい、蓮蔵神父様は司教団の列聖推進委員会の委員として、列腹の実現のために力を尽くされました。改めてお伺いしたいのですが、右近の列腹は日本の教会にとってどのような意義があるのでしょうか。そうですね、高山右近の生き方、日本の信仰の形の模範、モデルでもあります。それを世界の教会が今認めるということになります。はい、実はこの列腹式が、その調査がもうすでに400年前から始まったと言っても過言ではないんですね。そうですね。 So we are speaking now about the time of the beatification of Takayama Ukon. Actually, Father Peter Morejon startedhis process already 400 years ago, so for us it's a long wait, but now finally today we are going to see Takayama Ukon as a new blessed of the church. はい、本当に長い間でした。それでは、式に先立って式典の概要や司式者の顔ぶれをご紹介しておきましょう。列腹式は、国際的な、式典ですので、日本語のほかに教会の公用語であるラテン語で進められます。この放送ではラテン語の祈りの部分などを日本語の主役をお伝えします。この This transmission will be mainly in Japanese, but for the people watching this program in English or in other languages, we are going to translate part, just a summary of what is happening in English also.はい、よろしくお願いします。さて、列腹式ミサの主催は教皇庁なので、出資式は教皇フランシスコの代理として来日されたアンジェロ・アマートス基教様です。アマートス基教様は1938年6月8日イタリアのモルフェッタ生まれ、サレジオ会の司祭としてサレジオ大学で神学を教えておられたそうです。現在は教皇庁で列聖列腹の推進を担う列聖省の長官です。今年79歳になられますが、ずいぶん若々しい方なのです。そうですね、この、教皇の働きを助けるために、教皇庁は分野ごとに、様々な組織を作っています。はい、列聖列腹関係の手続きを進める部署は列聖省であり、アマトス基教様がその長官です。本来教皇だけが列聖列腹を決める権限を持っていますが、
列国式の場合は教皇はご自分の代理者を送ります。アマトース企業様はウコの列国を宣言するために教皇から派遣されている方です。はい。So we are presenting now the participants, the main celebrants of this event. Actually, we have the presence of the Most Reverend Monsignor Angelo Cardinal Amato, a prefect of the Congregation for the Causes of Saints, and he's a special envoy from Pope Francis for this celebration. Yes, so ですね。次に、共同出資式をご紹介しましょう。ウコンがその生涯を終えたマニラ教区の大司教であるルイス・アントニオ・タグレ枢機卿様がおいでくださっています。1957年6月21日フィリピンのお生まれで現在59歳です。2012年11月24日に枢機卿に任命されました。1615年にウコンはルサイチのマニラで亡くなります。タグレ枢機卿様はローマでお仕事中、わざわざ日本においでくださり、式が終わる次第また仕事でローマにとも帰りそうです。 We are presented now to the most reverend Monsignor Luis Antonio Cardinal Tagle, Metropolitan Archbishop of Manila. Hasta Cayamu Conday de Manila, he is representing the place where Ucon finish she says. Yes. 続いてチェノット大司教様です。タンザニアの教皇大使などを経て2011年8月15日に駐日教皇大使に任命されました。1943年10月13日インドのケララ州のお生まれで現在73歳です。教皇庁の領土は上野公園ぐらいの大きさですが、それでも立派な独立した国です。各国の大使また公使などの外交を交換しながら、今の大使館は東京の三番町にあります。We are presenting now to Most Reverend Monsignor Joseph Chenot, titular Archbishop of Milevu.Actual Apostolic Nuncio to Japan. はい。では次に列聖神聖者のアントン・ビットベル神父様です。アントン・ビットベル神父様は現在教皇庁立グレゴリアーナ大学列聖神学部の学部長でイエズス会の列聖担当でいらっしゃいます。ウコンはイエス会員ではありませんが、キリスト教時代から日本の教会と深い関わりのあるイエス会が列聖関係の仕事を引き受けてくださいました。 We are presenting now to Reverend Anton Whitwer. He is a Jesuit working as a postulator in this cause of Takayama Ukon, and he is representing the church who accepts thisProcess of beatification of Takayama Ukon. そして日本の司教団ですね。そうですね。日本のカトリック協議会会長のヨセフ・タカミ・ミツワキ長崎大司教様、またその会長のトマス・アキナス・マエダ・アンヨ大阪大司教様、そしてウコンの列聖をローマに申請しているペトロ・カダ・タケオ東京大司教様はじめ16教区の司教たちがすべてお見えです。その他にこの列国式には外国からの司教たちを出てくださっているそうです。そうですね。韓国からの司教たちも参加してくださいます。韓国から韓国司教協議会議長で関中大司教のヒジヌス・キム・ヘジョン大司教様をはじめ全部で7人の司教様たちが韓国からおいでくださっています。またカンボジア、ベトナム、東チモールの司教様もお見えです。そして
宣教師として長年にわたって日本で働かれたルクセンブルグのジャン・クロード・オーロリッシュ大司教様もはるばるおいでくださっています。For this celebration, we have the blessing of having present Monsignor Takami Mitsuaki, Archbishop of Nagasaki, Thomas Akinas Maeda, Archbishop of Osaka, Pedro Okada Takeo, Archbishop of Tokyo, together with all the other 16 bishops of Japan. We also have the presence of 7 bishops from Korea.We have the presence of bishops from Cambodia, Vietnam, East Timor, and also the bishop of Luxembourg, Jean-Claude Hollerich, who himself was a missionary to Japan some years ago. それでは列福式ミサの流れを簡単にご説明いただけますか。はい。ミサはいつも通りに始まりますが、初めの挨拶、また会心の祈り、そしてラテン語で唱えられる憐れみの讃歌の後に列福式の儀、列福儀が行われます。ここで福音が列福されるところです。まず列聖神聖者である岡田大司教様が教皇フランシスコの大使者であるアマト枢機卿様に福音を列福してくださるように願います。その後、ローマの列聖神聖者であるイエス会のアントン・ウィトヴェル神父が右近の略歴を紹介します。その後、いよいよ右近の副者の列に加わることを宣言する教皇様の召喚がラテン語と日本語で読み上げられます。はい。So we are explaining now the process of this mass, how is the ceremony.Actually, after the rites, the penitential rites, we are going to have the rite of beatification. So the Bishop of Japan asks the representative of the Pope, Cardinal Amato, to accept Takayama Ukon as a blessing. Then Cardinal Amato will read the letter of His Holiness Pope Francis, accepting, representingthe church and putting Takayama Ukon as a blessed forever in the church. はい。この時点でウコンは副者になるわけですか？そうですね。その通りです。はい。教皇書簡の朗読の後、ウコンの肖像が除幕されます。同時にアレルヤとウコンの公式参加オーケストラの伴奏で行われます。ちなみにこの公式参加はシスター前田が救ってくださったそうですね。はい、そうなんです。当時列聖推進委員会の委員長であった溝辺治司教様に あなたは作りませんかと勧めていただいて手がけました。なかなか右近のことを調べたりお祈りをしてイメージを膨らませて作るのに時間かかりましたが、今から5年前にこれを完成することができました。今回オーケストラ伴奏で演奏そして賛美されるということで本当にありがたく思っております。そうですね。この列福、プロセスの中でたくさんの人が関わってくださったことを忘れてはなりませんが、はい、そうですね、まさに溝辺司教様がその第一人者と言ってもいいかもしれません。そうですね。肖像画の除幕と古式参加の後、右近の聖物を収めた聖物検事台が運ばれ、教皇代理が総計の祈りを捧げます。それが終わると教皇書簡の寿司が日本とマニラの大司教枢機卿たちなどに手渡されます。それから司教たちは平和の挨拶を交わし列福の儀が終わります。そして栄光の参加が行われ、その後は通常通りのミサに続けます。はい。使徒書簡、教皇書簡の後に右近の肖像画が除幕されるのですか？そうですね。除幕ということですが、やはり、現代の技術がありますから大型スクリーンに映されるということになります。そうですね。たくさんのスクリーンが並んでいますね。そ
そうですね、その肖像画を描いたのはどなたなのでしょうか。そうですね、皆さんにとって馴染みのある方かもしれません。長崎大祭の画家で三牧和子さんがこの絵を描いたこと描きましたが、彼女がペトロ・キベの礼服式の時の同じくその肖像画を手掛けた方です。はい、そうですね、よく覚えております。楽しみにしてください、はい、今度途中で映されます。はい、楽しみですね。肖像画の除幕と同時に生物剣時代が祭壇に運ばれるということでしたが。そうですね、この剣時代に収められているノバウコンの遺物、これが、チョキみたいな形ですけれども400年前に使われていたものですね、はい、霧文様の桃山時代の、布に、金糸で夜書きを刺繍し、で金のボタンには古いスペイン語で喜び表す文字が施されています、はい、この、遺物が本来だったら、本人の遺骨など納められるんですけれども、この場合は、高山右近の場合は、結局その遺骨を、調べるまた手に入れることできませんので、はい、この遺物、になります、はい、For the people who are listening to us in English, we are explaining now the different items we are going to see during the ceremony. First will be the new blessed picture of Takayama Ukon. This picture was painted by Miss Mimaki Kasuko. She is the same lady that painted the Peter Kibe and Companions blessed painting also. It will be shown in the big screens of the mass place, and also the relics of Takayama Ukon. In this case will be a piece of cloth of one of the vests that Takayama Ukon used 400 years ago. So, 神父様も会場が満席になっていますね。そうですね、もうほぼ満席になりかかっていますね。そうですね、楽しみです、はい、今日は詩式関係の皆様方が、主賓の VIP の司教様方はじめ自社の方たちまで344名の方が祭壇の奉仕をなさるようです。そうですね、やはり教会、まあ、日本の教会だけではなく世界の教会がこの高山右近のことを喜ぶような式典でもありますし、そうですね、また現代社会にとっても400年前とはいえ高山右近が私たちにとって導き手でもある、彼が残してくださった業績、指導者としての力、またその決断力、キリストをまず選んで中心にして生きるというその姿、はい、その家族のお父さんでもありながら領土の武士でもあるし、写真の名人でもある右近が、現代の私たちにとってはいろいろな面で導いてくださる。ですからこの式はそういうような私たちが右近の模範に仰ぐような形できれば、幸いに思います。そうですね、So for us in English, for the people who listen to us in English,this celebration of Takayama Ukon is something very important for us. Actually, it took a very long time, almost, a little more already than 200 years since the death of Takayama Ukon. He was exiled to Manila and died there. He was not killed, but today we are celebrating his beatification as a martyr because he spent his life, and actually he shortened his life because following Christ, because all the trials he had to endure. Takayama Ukon is also a guide for us nowadays. He was a ruler of a country, a leader of his family, of his people, and also a fervent believer who, for example, did the spiritual exercises that prayed together with the church, with the priest of that time,
and endured the sufferings. He was also a father of family, a big family, and actually the family followed him to his exile to Manila. So in that sense, we still have a lot to learn from Takayama Ukon, and that's actually what we are going to participate in this mass together. ありがとうございます。今会場には VTR が流れております。そうですね、今回は、ネット配信でも、この VTR を、お見せする予定でしたが、いろいろ、あってですね、こういう会場の部分だけちょっと、今流れていますが、このビデオが結局高山ウコンを短く、分かりやすく映像を持って作るように我々政府委員会の一つの仕事でもあって、はい、磯部司教がこの、ほとんどのスクリプトが彼が書いて、修正して、そういう彼の業績だと言ってもいいかもしれません。そうですね、非常に分かりやすくて短い、コンパクトにまとめてある VTR でしたね。そうですね、またマニラ、またウコンが国内で動いたいろいろさまざまなところのロケを持って、また残される、資料、例えば面白い資料としては当時の京子様がウコンに直接宛てた手紙、その内容も紹介されています。シスト5世でしょうか、ね、そうですね、はい。So now in the event, in the place where the mass is going to take part, we are showing a video of about the life of Takayama Ukon. Actually, it is also part of this beatification process we are about to end today, and it's explaining the different places where Takayama Ukon had lived and how everywhere he went, he always kept his faith and he always transmits this faith to the people around. So this was much appreciated by the people, even from his enemies. He was always respected because he had a very strong, very clear way of living, way of dying, so to speak. And that's also what we are now rejoicing about Takayama Ukon today. Hi. Now, この VTR は中央協議会の方にあるということでしょうか。そうですね、はい、これは興味がある人が中央協議会に連絡していただければDVD の形で見れるようになります。はい、ありがとうございます。それではもう一つお知らせしたいことがありますね、神父様。そうですね、劣勢運動のシンボルマークがありましたので、それをちょっと説明していただきたいと思います。そうですね、今真前ですね、会場の真ん中に上ですね、映されていますが、教皇様の、紋章と、の隣にですね、この高山右近のシンボルマークにして、はい、たくさん応募があった中の、ところにやはり、この選ばれたこのシンボルマークです。誠にありがとうございます。高山右近の、十字架ですね、やはり、貫いてまた、もう余るところに出てくるというところが、やはり右近の生き方、この迫害、またこの周りにあるその3つの色ですね、これは三位体を表すそうです。三位体の特別な表れとして十字架、イエスの十字架、また真ん中の7つの点が、これは7つの碑石、また聖殿の7つの建物、賜物などですね、そのような右近を、主役に表すようなシンボルマークになっています。はい、ありがとうございます。 We were explaining now the symbol mark of this beatification of Takayama Ukon. The three rings in the outer side represented the Trinity, the three different colors, and the seven points in the middle are the seven sacraments to which Takayama Ukon was very much devotedand also the seven gift of the Holy Spirit. The cross is even
going over the symbol mark, which means that Takaya Mokon endured and took his cross through all his life. それから先ほど説明していただきました生物なのですが、どのような形なのか、もう少し説明をいただきたいと思います。そうですね、残念ながらこの剣時代の中では、ほとんど、見えないんですね。この、ちゃんと切れる直器、非常に保存状況が良い、いいところを、少し一部だけ剣時代に、入っていますが、やはり2017年の10月に一般の信徒とともにですね、司教団が、京子様にこのレプクが無事に終わってまた、この認めてくださったことを感謝する、公式巡礼が行われます。でその時はこの剣時代この遺物を京子様に、検定する予定です。で検定された、遺物が1年間、京子の事務室に置かれ、その後はバティカンの美術館に収められます。ですから、皆さんがもし将来、バティカンに行ってですね、思い出していただければですね、この、ウコンの、剣時代もやはりバティカンの一部、探すのは大変かもしれませんが、はい、やはり教会、全世界の教会の一部となってですね、永遠に保管されるということです。そうですね。そして9年前に列伏された188の殉教者の生物とともに並ぶということになりますね。そうですね、それだけではなく、例えばパウロ・ミキたちですね、はい、もう150年以上前に冷静されたグループとかですね、そういうような全世界の遺物、遺骨がローマに集まっていますから、本当に時間がある方がですね、そういうようなことを見ると、どれほど教会が世界中のグループ共同体であって、またどれほど2000年の間ずっとそれをきれいに保管していて、その記録、彼らの業績がやはり消えないように、そういうような働きが本当に身にしみるほど感じます。はい、We are explaining now that the relics of Takayama Ukon will be after they are exposed here for a whileWe are expecting the conference of bishops to do open pilgrimage to thank the Pope for this beatification and so on. It's scheduled to be in October. And at that point, this reliquary will be presented into Rome. And after a year, will form part of the Vatican exhibition of all saints and so on.So for the people who go from time to time to Japan, to the Vatican, it will be nice to see that also Takayama Ukon is already part of the Universal Church history. はい、そうですね。神父様も会場が何かこう静寂と、おごそかな雰囲気が漂ってまいりました。そうですね、もう先までざわざわしていたところで、さすがこれからミサが始まるという雰囲気がしみじみと感じることになります。そうですね、今オルガンの前奏が始まっているようですね。そうですね。さあ、それではここで改めてご挨拶いたしましょう。日本全国の皆様、海外の皆様、バチカンの皆様、ごきげんよう。お元気でお過ごしでしょうか。この時間はユスト高山ウコンの列伏式ミサの模様を大阪市の大阪城ホールからライブでお送りいたします。司会をさせていただくイエスのカリタス修道女会のシスターエリザベット前田千秋と申します。解説をさせていただく改めてイエス会のレンソデルカ神父です。はい、神父様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、Again for the people who just join us in the net stream, we are going to assist to the beatification ceremony of Justo Takayama Ukon
from the Osaka Jo Hall in Japan. はい、蓮蔵神父様はアルゼンチンのご出身で、現在長崎の日本26聖人記念館の館長であります。そして3月からイエズス会日本館区の館区長におなりになるそうですが、はい、ありがとうございます、はい、さあ式がお告げの鐘とともに、始まります、この会場でも、わざわざ、その、生の鐘の、音が聞こえるように、準備されています。はい、まもなく、指揮者、たち、アマト指揮教をはじめ、この、会場に、入ります。お立ちください。スタンド席の皆様は座ったままでお願いいたします。入祭の歌、慈しみ深く御父のように。Thank you.
出資式のアマート鈴木教様をはじめ、詩式関係者344名の方々の誘導です。そうですね、この一緒に入る人々と、またすでに座っていらっしゃる司祭たちなどを合わせてですね、大勢の教会の代理者、また信徒の皆さんが宣告を代表、はい、代表にしてこのミサに参加しています。はい、ただいま賢治台は所定地に置かれます。はい、この、ごミサが基本的にラテン語で行われますが、日本語訳と場合によって少し英語訳、またそれぞれの共同体の代表として、共同祈願の場合は、タガル語、英語、ベトナム語などで、唱えられます。はい、この曲は慈しみの特別青年のテーマソングでした。そうですね、京子様が去年までですね、1年間神様の慈しみを全世界の教会が考える、感じるように定めた、そのまさに、ウコンにふさわしい、教具としてこのミサが始まります。はい、今映られた方はチェヌット大司教様です。そう、バティカンのヌンシウスですね、この大使、バティカン大使として日本に滞在している方です。はい、そしてその最後に出資式のアマート鈴木教様、アマート鈴木教ですね、彼は教皇様、教皇フランシスコを代理として、本来だったら教皇ご自身が、このような、レッセレプフを行いますが、当然ながら限界がありますから、はい、代理として来てくださっています。はい、教皇代理ですので、教皇様がここにいらっしゃったと考えてよろしいですね。そうですね、教皇様がここで、やはり、代理、代表されているということ、全世界の教会の中心が、ここに注目しているというようなことになります。はい、Cardinal Amato, representing the Holy, the Holy See, representing the Pope, is now starting the Mass. He is incensing the altar in which we will have the Mass and also the beatification ceremony of Justo Takayama Ukon. Saidan への献香が行われています。昔から教会の伝統として香りのいい、また天国に上がるその煙が、やはり私たちの祈りを代表する、そのイメージするものとして、長く教会の一部、天礼の一部として親しまれています。
教が初段も900人近くですね、そうですね、歌ってくださっています、はい、学生と一般と合わせて944名です。オーケストラは82人の方が演奏されています。まさに教会の典礼、日本の教会が代表されている形ですね、はい、父と子と聖霊の御名によってアーメン。平和は皆さんと共に。皆さん、神聖な祭りを祝う前に、私たちの犯した罪を認めましょう。天の神と兄弟の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟の皆さん、罪深い私のために、神に祈ってください。天の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。憐れみの讃歌はミッサ・デ・アンジェリス、天使ミサです。ラテン語で歌われます。列服の儀に移ります。お座りください。いよいよ列服の瞬間です。そうですね、ドキドキしますね。まず高山右近の列聖神聖者である岡田武雄大司教様が、教皇フランシスコの代理者であるアマトスキ教にこの神聖をします。はい。Now we are starting the rite of beatification. Bishop Okada from Tokyo will ask the representing of the Pope, Cardinal Amato, to accept Ukon as a blessed of the Church. Representative of His Holiness Pope Francis, 教皇大臣である鉄聖長官アントニオ・アマト・カーディナル、Representing Tokyo Archbishop, I, Pedro Okada, ask the Pope Francisco
to accept Justo Takayama-kun as a blessed Ukon died in 1615 in Manila for his faith. Now, the postulator, Father Anton Wittner, will explain the life of Takayama-kun. It's a district of Takayama, Toyotocho, in Osaka, only 3 years after the Jesuit missionary Francis Xavier introduced Christianity into Japan. Ima Anton Wittner, Shinpuga. この Takayama-kun の略歴を読んでいます。The lords who in medieval and early modern Japan ranked only below the shogun. The Takayama owned vast estates and were allowed to bear arms. The Takayama Ukon の家族が大名であり、中世の日本に統治の組織では将軍に次ぐ会長にありました。本が12歳になったとき、神のしもべ、ユーストの礼名を受け、キリスト信者になりました。その後、ウコンは自分の領土において、家臣たちにとっても信仰を励ましました。その中で、聖なるパウロ・ミキの姿も領土で育てられました。1587年、豊臣秀吉、追放令を発表し、日本人たちに信仰を捨てるように迫るほど、キリスト教に対しての迫害を始めました。多くの者は信仰を公然に捨てましたが、Takayama-kun とそのお父さんダリオはキリスト教の福音にとどまる。最後まで追放されようとも、再三トレアモとその信仰を守るように決めました。次の年、亀のしもべが家族の有力の友人と受け、共にその福音の宣教を続けました。1597年に迫害が激しくなって、日本26聖人が信仰のために長崎で処刑されました。このような悲劇の中にも、命を危険にさらしながらも、Takayama-kun が自分の信仰を捨てることを拒みました。1614年、江戸幕府キリストを完全に禁止しました。Kun はまず長崎に追放され、ついでに追放されました。約3000人の信者たちがフィリピンに300人の信者がフィリピンに送られました。一行は12月1614年のマニラに着きました。当時はスペインの出身のイエス会員から大歓迎を受けました。その指導者たちはそのカトリックの信者を保護し、将軍を倒す計画を持ち出しするようまでありましたが、神のしもべはそれを拒みました。これは全ての出来事の中で、ウコンは屈辱、迫害、流刑などに直面しましたが、やはり貧しさと疎外さの道であるゴルゴタの殉教に似ることを選び、決して自らの信仰を裏切ることも、キリストの信頼を失うこともありませんでした。ウコンは2ヶ月後、フィリピンに着く2ヶ月後で2月3日亡くなりました。彼の死は困窮、
迫害、暴力の結果であって、祖国において被害者の後線としての生涯を閉じました。神のしもべは殉教者の道に進む準備ができていました。深い霊性、謙遜と信頼、愛に満ちた熱意の人でした。ウコンがフィリピンの都に葬られました。当時は威厳に満ちた銅像が立っています。事実、フィリピンにとってウコンは第二の福音者でもありました。不正にも迫害され、兄弟たちを強めながら遠くからやってきたウコンの外国人です。その生涯はキリスト教の生涯への揺るぎない信仰の模範です。今ポストラトールのビットベル神父様がイタリア語でユスト高山ウコンの略歴の紹介が行われました。ついで列聖神聖補佐であるイエズス会の平橋冬樹神父様が日本語で紹介します。現在の大阪府豊野郡豊野町に生まれました。それはイエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルがキリストの福音を日本に伝えた3年後の The life of Takayama Okon in English now has been translated into a Japanese. 中世日本の統治機構では将軍に継ぐ階層にありました。潤沢な財産を持ち武装によって権威を保っていました。高山家はキリスト教の宣教師の存在を快く受け入れ奉仕するなどその活動を助けました。12歳の時神のしもべはユストという霊名で受洗しキリスト信者になりました。その後もウコンは自分の領地において家臣の者たちに信仰を進めました。 Companion, the essence of the life of Takayama Okon. Actually, the process of beatification includes checking all the documents that can be possible gathered from the life, from the deedsespecially from the time where that person, in this case Takayama Okon, was alive. Usually people will be able to give witness of what they have seen, what they have lived, experienced through Takayama Okon's life. In this case, we are already far away in time, 400 years have passed, but still, fortunately, we know a lot of things about Takayama Okon.The fact that he went to the Philippines and was very well received there is also a way for us to know his life. We can suppose that the government, Tokugawa of that time, would have not liked Takayama Okon to be considered martyred in Japan, and that's the reason why instead of killing him there, here in Japan, the government chose to exile him to the Philippines. Of course, the people in Philippines knew that Takayama was exiled for his faith and received him very well. Father Morejon, who was his spiritual guide, and also the one who started the process of beatification, is the one who left us many right-hand documents about the way he prayed, about how much he cared for his people, for his family. And also, fortunately, we have many other witnesses of the life of Takayama Okon. Father Luis Royce, Father Rodriguez, Father Valignano, Father Rivarineira, etc., etc. We have a lot of documents of that time that show us with clear signs of the life of Takayama Okon. Even we have the witness of some of the temples, Buddhist temples of that time.
In that time, the antagonism between religions was very high. But still, Takayama-kun was one of the few Christian lords who protected the temples of that time and would accept the people in their own faith at that time. We can say that Takayama-kun was also one of the first people who thought about inculturation, so to speak, in Japan at that time. ウコンは2ヶ月後の1615年2月3日、ついに力尽き、神はウコンを身元に召されました。その死は困難と欠乏、敵意と暴力の結果であり、それらは祖国において迫害者が公然と加えたものです。神のしもべは殉教の道のりにつく準備ができていなかったわけではありません。深い冷静、謙遜と信頼、愛に満ちた熱意の人でした。ウコンはフィリピンの都に葬られました。All these things read now are the essence and also are the support for beatification of Takayama-kun.The Universal Church accepts or sees Takayama-kun as an actual witness for nowadays church, not only for the church long ago, but also for us. Sumi Pontificis Francisci, 教皇フランシスコ代理のアマートスキ教様がウコンの列服を宣言する教皇フランシスコの書簡を朗読します。Now, the letter of the Father of the Pope Francis will be read, and this letter will be in Italian, and it's actual the moment where Takayama-kun becomes a blessed of the Church. Littere apostolice. お立ちください。Nos vota fratris nostri Petri Takeo Kada, archiepiscopi metropolite Tokiensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu. Multorunque Christi fidelium explentes, de congregationis de causis sanctorum consulto, auctoritate nostra apostolica facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei, Justus Takayama-kun, laicus, pater familias, martyr, qui evangelio letanter accepto, omnem humanum honorem recusans, armaturam domini induit eiusque regni eroicus testis factus est, beati nomine imposterum appelletur, eiusque festum, die tertia mensis februari, qua in celum ortus est, in locis et modis iure statutis, quot annis celebrari possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, apud Sanctum Petrum, die primo mensis februari, anno Domini bis millesimo septimo decimo, pontificatus nostri quarto, Franciscus Papa.使徒書簡。私は兄弟である東京教会管区大司教ペトロ岡田武雄大司教並びに、The letter of the Pope explains that after receiving the request of the Bishop Conference of Japan and also after consulting with the apostolic and with the conference for the coast of the saints, he decided
to woods, Takayama, just to Takayama Ukon in the group of places of the church. As he was faithful and joyful in spreading the gospel, and also as he received all the trials for Christ, we accept and install Ukon as the blessed of the Church. Every day on the 3rd of February will be his celebration day forever. Amen. Given in Rome, in the St. Peter's Square, 2017, 1st of January, 1st, Pope Francis. ウコン像が除幕されました。We are seeing now the new stamp, the picture of Takayama Ukon. And also now the reliquary of Takayama Ukon is presented to Cardinal Amato.The relics will be incensed by Cardinal Amato as a way of showing that from now on Takayama Ukon and his relics are part of the veneration of the Universal Church. The official song of Takayama Ukon,written by Sister Maeda, is now presented also for the first time as official, representing Ukon's life. Thank you very much. のスクリーンに Takayama Ukon の絵が表彰されていますが、Ukon が正座して大きな十字架を持って、やはりイエス・キリストを見守る、見つめるその姿、また写真らしい姿で、経験深くキリストに従う権力ある者の、やはり自分の主はキリストであると。想定としては、トゥス・ロス・サントスという、長崎にあった教会、追放されて、マニラに流される前の姿だそうです。お座りください。今から写真が行われます。日本の司教団、信徒、修道者、司祭と with all the Japanese bishops, lay persons, religious and priests, I deeply express my heartfelt gratitude to the Holy Pope Francis, successor of Saint Peter,
for the benevolence of beatified servant of God, Justo Takayama Ukon. We dedicate hymns and praise to God. The Bishop's Conference is expressing thanks to the Pope and his representative, Cardinal Amato, to Anton Wigner for all his work and for having the blessing of declaring Blessed Takayama Ukon as a new blessed in the Church. そうですね。先ほど読まれた教皇書簡の写しが手渡されました。教会の大事な遺産になります、はい、これで列服の儀が無事に終わったということですね。そうですね。これからこの、ミサ、に、普通の普通通りのミサに続きます。感謝のミサになります。はい、栄光の参加からは通常のミサによって式典が始められます。そうです。栄光はラテン語で唱えられます。Gloria in excelsis Deo. We are bringing now the gloria of the Mass. We are coming back to the normal Mass in the celebration of the beatification of Takayama Ukon. Let us pray. Omnipotens, sempiter Deus, subete no hito no scuio nos amareru camio. Omnes homines, vi salvus fieri, presta quesumus ut beati martiris tuus. Cucusha justo Takayama Ukon junctio shava. Exempla secuti. Fukui ni chusisu ni stagao michio erabi. Subete no chito meio oste.祖国から追放されて殉教を遂げました。私たちもその模範に倣い、この世の力や弱くに打ち勝ち、決して揺らぐことがない信仰に生きることができますように。
聖霊の交わりの中であなたと共に世々に生き支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。言葉の典礼に移ります。第一朗読はイザヤの預言です。イザヤ41章が読まれます。朗読は大阪教区の安見悦子さんです。The reading will be taken from Isaiah 41:4-10. A reading from the book of the prophet Isaiah. Who has performed this deed? Who has called forth the generations from the beginning? I, the Lord, I am the first, I am the last, I am He. Of chosen, of prince of Abraham, my friend.You whom I have taken from the ends of the earth and have summoned from its far off places, to whom I have said, You are my servant. I chose you. I have not rejected you. Do not fear. I am with you. Do not be anxious. I am your God. I will strengthen you. I will help you.I will uphold you with my victorious right hand. The word of the Lord.続いて、祷告詩編です。典礼聖歌154番。高田三郎作曲、涙のうちに種まく人はが歌われます。The responsorial psalm will be taken from Psalm 125. The melody is of Takada Saburo, a composer, a Japanese composer of religious music.Sow in tears shall reap rejoicing. When the Lord brought back the captives in Zion, we were like men dreaming. Then our mouth was filled with laughter.And our tongue with rejoicing. Those who sow in tears shall reap rejoicing. Then they said among the nations, The Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us. We are glad indeed.Those who sow in tears shall reap.Rejoicing. Restore our fortunes, O Lord.
like the torrents of the southern desert. Although they go forth weeping, carrying the seed to be sown, they shall back come back rejoicing, carrying their sheaves. Those who sow in tears shall reap rejoicing. のローマ人への手紙は英語で読まれます。朗読は大阪梅田教会の英語共同体のマリーさんです。A reading from the letter of Saint Paul. 使徒パウロのローマの教会への手紙。皆さん、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。お立ちください。We come to the gospel acclamation.God, we acclaim you as Lord. The white-robed army of martyrs praise you. Alleluia. Alleluia. 続く福音朗読はヨハネ福音書12章の23から26節に示された一粒の麦の例えです。朗読は京都教区の大塚賢隆助祭です。 The gospel will be taken from Gospel of John 12:23-28. The Lord be with you.A reading from the Holy Gospel according to John.
その時、イエスは弟子たちに仰せになった。The other has come for the Son of Man to be glorified. Amen, amen, I say to you. Unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit.Whoever loses his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am.There also my servant will be. The Father will honor whoever serves me. I am troubled now, yet what should I say? Father, save me from this hour.私をこの時から救ってくださいと言おうか。But it was for this purpose that I came to this hour. 私はまさにこの時のために来たのだ。Father, glorify your name. 皆の栄光を表してください。Then a voice came from heaven. すると天から声が聞こえた。I have glorified it and will glorify it again.This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.お座りください。これより説教が行われます。教皇フランシスコ代理のアマート枢機卿様の説教です。カルディナル・アマート will now preach for us. Fratelli e sorelle, la comunità cattolica giapponese.Dear brothers and sisters, the Japanese community of Japan, of the Catholics, il suo nobile figlio, martire di Cristo. All of us rejoin in the beatification of Takayama Okon, noble son of this community. As Jesus said, if the grain of wheat dies, brings a lot of fruit.And also, if they have persecuted me, they will also persecute you. 兄弟、姉妹の皆様、日本のカトリック共同体は、キリストの気高い子、その証人であるユスト・タカヤマオコンの列国の祭典を祝っています。一粒の麦は、地に落ちて死ななければ通訳はサレ商会のアンキレ・ロロビアナ神父様です。死ねば多くの実を結ぶというヨハネ福音書12章に記されたイエスの言葉がウコンの中で実現したのです。加えて人々が私を迫害したのであればあなた方をも迫害するだろうという
ヨハネ福音書15章の言葉もまた同様に実現しています。Come Gesù, il buon pastore innocente, Jesus, the good shepherd, innocent, he was in prison and condemned to death. So many of his disciples in the history had been persecuted and killed. From the first persecution of the Roman Empire, and even nowadays in all the countries, the hate and cruelty of people against the charity evidence, the witness, have been persecuted. ローマ皇帝による最初の迫害から始まり、最近の迫害に至るまで、憎しみと残酷さは愛と善と兄弟姉妹の絆で結ばれた善意の世界を押し止めています。Providenzialmente il bene prevale sul male. Providentiality. The good overcomes the bad. Della civiltà cristiana dell'amore. The martyrs comes as witness of the credibility of the faith in Christ and the love of God. E pregate per i vostri persecutori. As Jesus told us to preach for our persecutors, not only forgiving, but also to love and to pray for these persecutors is their recompense for their faith. All the ferocity of the persecution makes contrast with the gentle and the peaceful attitude of the martyrs. So they show life in a world of persecution and death.殉教者たちは迫害する人々に愛を持って向き合い、そのために祈ることさえしたのです。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさいというマルコ福音書5章の言葉通りです。何に許しだけではなく、愛と祈りが敵対する人々に対する殉教者たちの逆説的な答えになりました。残忍さに対する殉教者の答えは、愛にあふれる親切です。それは弱々しさではなく、想像を答える強さの表れです。そのような方法で殉教者たちはその無垢な血によって清め、また豊かな命の種をまくことによって、人間性を良いものに高めます。La Chiesa in Giappone, the Church of Japan, has been blessed with the splendid witness of many martyrs. For example, Saint Paul Miki and companions, Saint Thomas Nishi and companions, Blessed Peter Kibe and companions. In the Japanese martyrs, all the type of people, all the social status are represented. We have children, ladies, samurais. Blessed Justo Takayama is a splendid witness of Christ, of all the churches. 日本の教会は
あまたの殉教者の素晴らしい証によって祝福されています。それは例えば聖パウロ・ミキと同志たち、聖トーマス・ニシと同志たち、副者ペトロ・キベとその同志たちです。日本の殉教者たちは老若男女、武士と一般の人々などあらゆる階層の人が、そういう人々がいます。福沢オコンは教会における栄光に満ちた最初の殉教者たちがそうであったように、キリストの卓越した証人です。Ci poniamo ora tre domande. We can have three questions. Chi era Justus Takayama Ukon? Who was Justus Takayama Ukon? Come viveva la sua identità? How did he live his identity, Christian identity? Qual è la sua parola per noi oggi? What is he telling us for nowadays people, nowadays believers? 次の3つについて問うてみましょう。まず、Justus Takayama Ukon とは誰であったか。そのキリスト者としての真髄はどのように息づいていたか。そしてウコンの言葉は現代の私たちにどのような意味があるのか。Justus Takayama Ukon era un principe di altissimo rango. Justus Takayama Ukon was a very high class, was a samurai. The nobility of Japan. He participates in fights, and Hideyoshi recognized his work. Takayama Ukon founded different Christian communities, and also he founded Inazuchi and Takasuki seminars for the formation of the missionaries and catechists. His work was very fruitful, so much that in 1583 they have 25,000 and 30,000 of Christians That was his biggest evangelization period. And the church, what is will be nowadays the church of Osaka. Justus Takayama Ukon は極めて高い地位の人であり、日本の貴族階級に属していました。合戦で大きな手柄を立てたウコンを秀吉は大大名に取り立てました。ウコンはキリストの教えを広めることを望み、日本人の宣教師やカテキスタを養成するため、安土、高槻、大阪にセミナリオを創設しました。領内のキリスト者は極めて多くなり、1583年にはなんと3万人の領民のうち2万5000人に達し、人口の大半を占めるほどだったと言われます。ユーストは大阪の教会も創設しました。また明石に店舗になったとき、福音宣教活動を広めました。1585年から87年までに1000人以上が受洗したのです。Purtroppo nel febbraio del 1614, unfortunately in 1614, the edict of prohibition of Christianity and the expelling of all Christians in Japan was published. As that, Takayama Justo suffered a time of privation. After coming to Nagasaki, he was expelled to the Philippines. 8th of November 1614, together with 300 Christians,
He takes sail from Nagasaki and went through 43 days of travel, she arrived to Manila. Dalle malattie contratte durante la deportazione, l'esilio. He suffered a lot and his health was weakened. He died as a consequence of this the 3rd of February 1615. Zannen nagara, 1614 年2月。一つの法令が発布されました。それはユストと金沢のキリスト信者に対し信仰を捨てることを命じるのでした。これを拒んだ右近は欠乏と孤独に耐える苦しみの時期を迎えることになりました。まず長崎に送られフィリピンに追放を命じられました。1614年11月8日300人の日本人信者とともに長崎の港で乗船し43日間の長くきつい航海の後マニラに到着しました。追放と流敗によって得た病のため衰弱しきった右近を1615年2月3日主は身元にお召しになりました。マニラに着いてから44日後のことです。Il dolore per la morte di Justus fu enorme nelle Filippine. Death of Justus was very big in the Philippines. E dalla santità di questo nobile cristiano. The Filipino people were much edified by the virtue and sanctity of this Japanese Christian. Justus ut palma they apply some songs to him. They say, in memoria Justus, the one who flourished. The memory of Justus will be always remembered. Filipinでは、右近の死を悼む悲しむ人は、大いなるものでした。人々は日本の気高いキリスト者の徳と聖聖によって感化を受けました。次の詩編の言葉はユストに帰することができます。ユストス・ウッパルマ・フロレビナシツメ・ヤシのように茂るイメモリア・エテルナ・エリット・ユストス。トコシエに主に従う人はトコシエに記憶される。Alla seconda domanda su come viveva la testimonianza cristiana Justo lived his Christian life. We can say that he was fascinated by Jesus Christ, by his word of charity and the sacrifice of redemption. This conviction transformed Justus in a promoter, in an evangelizer of Japan. He was raised up in honor, loyalty, fidelity. So he was an authentic witness, warrior of Christ, not with arms, but with his example, with his word. He lost all his privilege or his proportions. E di nascondimento and choose non lo rattristare poor life, ma lo resero sereno e but he took it with serenity, peaceful, following Christ. Credeva dai dinotoi, Cristo 者としての証がどのように息づいていたかを考えてみましょう。厳選資料はユストがイエス・キリストのメッセージその教え、その愛の言葉、贖いの技に魅力されていたことを示しています。右近はその確信により、日本の福音宣教に対する不屈の推進者になりました。誉れ高く誠実な人として成長したユストは、真のキリストの武人でありました。その技に長けた剣ではなく、言葉と技による武人です。主イエスへの信頼は
このようにその心にしっかりと根を下ろしたのです。迫害されても流されても捨てられても強くなりました。ユーストはその特権的な地位を失い、生活の貧しさが増し、打ち捨てられ隠れた境遇になっても気落ちするどころか平静を保ち、洗礼の時の約束に常に忠実でした。Anche egli, come tanti cristiani perseguitati, he also, as many other persecuted Christians, durante la navigazione he was thinking about traffic. After he arrives in the Philippines, he realized that the Lord has prepared for him a martyrdom not of blood, but of slow and prolonged death with many sufferings. So it's a special type of martyr, the witness not only of offering one's life, but also the participation in this witness of this poor life of Christ.航海の間、そしてマニラに着いた時、ユーストを理解したのです。主が自分に望んでおられるのは血を流す殉教ではない、ゆっくりと訪れるし、すなわち流刑による幾多の苦しみによって引き延ばされた死です。これはいわゆる追放の辛苦による殉教、マルティリウムエグスエルムニスエグゼリーなのです。殉教は命を差し出すことだけではありません。十字架に釘付けられた主の苦しみに預かることでもあります。ユーストエラコンサペーボレケラペルセクチョネディクリスティアン。ユーストニューダッテペルセクチョンオフデクリスティアンスインジャパンdid not have a special reason, or at least cannot be justified. As in John's Gospel we have, they hate me without reason. Lucon, as he was formed in the spiritual exercise of Saint Ignatius, he could see to abandon himself as part of this following Christ.迫害は決して正当化できるものではないことをユーストウコンはよく理解していました。それはイエスがヨハネ福音書15章の2節で人々は理由もなく私を憎んだと言っている通りです。しかしドヨラの聖イグナチオの霊書によって養成されたユーストは神の計らいのために自分自身の望みから離れ去り、それを完全に捨てる生き方をしました。Justus non considerò mai il Vangelo. Justo didn't consider the gospel as something completely different, apart from the culture of Japan. But according to what we have from the record of the missionaries, he was always centered on the gospel, always living ahead, leaving aside all this human weakness and rivalries they have, he had seen at that time. He was always close to the sacraments, to the prayer, in silence with himself, with Christ, with the missionaries. Jesus Christ's 宣教師の理解に同意していました。すなわち語教的な論争を避けたのです。ユーストは悪と死からの解放のために命を差し出した
イエズスの言葉を告げることだけに集中したのです。生涯最後の数ヶ月、霊その流れに身を任せました。それは祈り、秘跡、瞑想、そして宣教師との霊的会話によって支えられていました。Con questi sentimenti accolse la morte. So Juan received his death with these sentiments, with feelings, serenity, offering his life for the conversion of Japan, preaching and forgiving his persecutors. He finished his life invoking the name of Jesus.And also, as the proto-martyr Stephen did, he offered his spirits to the Lord. He was 63 and he passed a long part of his life as a witness of life in a very hard time, the persecution time. それらのおかげで、ユスト・オコンは義に満ちた平静さを持って死を受け入れたのです。自分を迫害する人々のために祈り、彼らを許し、日本の改心を念じて命を捧げて死にました。最初の殉教者ステフォノのように、ユーストもイエズスの名を呼び、自分の霊を主に委ねました。去年63、過ごした年月の大半は不和と迫害が続く困難な時代にあって、キリストへの信仰を卓越した方法で証ししたのです。Cosa lascia il nostro beato alla chiesa? What our new blessed give us to the church of today? Egli lascia il tesoro di una fede immensa. He gives us the treasure of a big faith. La sua fede era maturata a tal punto.He was an adult faith. His soul feels was part of his faith in life. Using his culture, Japanese culture, including the ceremony of tea, he includes all things together in the faith.教会とすべての信者に何を残したのでしょうか。ユストが残したものは偉大な信仰の宝です。ユストの信仰はその存在の確信をなすほど成熟していました。ユストは信仰によって生かされていました。その生涯は日本人としての生、その生き方であり、茶の湯を含む日本文化を形成する伝統を大切にしました。茶の湯はユストにとって人々の交わりと兄弟姉妹の交わりの場となりました。Il suo comportamento era autenticamente evangelico. His behaving was completely evangelized. Aiutava i poveri.Based on the gospel, was merciful with his people. He founded the mercy group. He also helped other samurais. He helped to bury the dead, and he was very generous, giving alms to people.E desiderio di imitazione. Together with his father Dario, he was also a gospel witness, was representing all of us. 赤貧の武士には援助を施しました。惜しみませんでした。ミゼリコルディアの組を組織し、病人を見舞い、寛大に施しをしました。父ダリオと共に家族のない死者の棺を担ぎ墓に葬りました。それらすべては驚きを呼び起こし、それになりたいとの望みを喚起したのです。Di fronte
alla persecuzione, in front of a persecution, Justus fu illuminato Justo dalla parola di Gesù. Was Se hanno perseguitato illuminated me, by the word of Jesus. Anche voi. If they have persecuted Era me, they will also persecute che il Signore you. Non era assente, he was convinced ma presente that nel destino the Lord was there dei suoi fedeli. Together with his people. Nel supplizio dei cristiani innocenti, in Justus vedeva rinnovata la passione e morte di Gesù, Justus could see the witness of Christ in the cross. Che i martiri non si perdevano he knew nulla, that the martyrs didn't die in their death, della but Gerusalemme they were joining celeste, to the resurrection of Christ, con Dio, that they were in una felicità met to senza fine. Meet again Christ in a, an ending joy. Stobito ga watashi o hakugai shita no de areba, anata gata o mo hakugai suru darou to iu Yohane Fukuin sho 15 sho 20 setsu ni shiru sareta イエズスの言葉によって照らされました。イエズスはご自分を信じる人々が担う悲劇的な悲劇の運命の中に不在なのではなく、主はまさにその中にこそ存在してくださることをユスト・オコンは確信していました。ユストは罪のないキリスト者の嘆きの中にイエスの受難と死、その復活が持つ新たな意味を見ていたのです。殉教者は何も失わず、かえって天上のエルサレムに着き、終わりのない至福の中で神と出会うことができると知っていました。 Il nostro beato Our ha vissuto blessed, in pieno le so parole dell'apostolo Paolo, in full the words of Paul. I am convinced that neither death nor life, nor angels nor principalities, nor present things, nor future things, no power, no hate, no death, no other creature will be able to separate us from the love of God in Jesus Christ our Lord. Dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. 私たちの福者オコンは自らもまた信仰を明かしして、殉教した使徒パウロの言葉に満たされて生きた人です。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、私は確信しています。死も命も天使も支配するのも現在のものも未来のものも、力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主イエスキリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。I martiri non sono eroi inutili, ma messaggeri validi di sorveglianza e carità. They are messengers of the validity, of fraternity and charity. The beatification of Justus Takayama Okon is a witness of what Saint Leo Magnus said. The Church will not go weak because of persecution, but on the contrary, it will come stronger. The Church is the ground where the Lord put his seeds, and each one comes out multiplicated. Justo Takayama Okon no reppuku wa 日本と世界の教会の中に神がその摂理によって蒔く種なのです。大聖レオは次のように記しています。教会は迫害によって弱くなるどころか強められます。教会は常に豊かな実りに富む種の畑です。なぜなら一粒ずつ地に落ちた小麦は
生まれ変わって豊かなものになるからです。L'esempio del nostro beato, May the example of our blessed Takayama Okon bring us all to a life of blessing, the fidelity and the gospel of Christ. Blessed Beato, blessed Justus Takayama, pray for us. 信仰と信頼へと私たちすべてを突き動かしますように。福者ユスト Takayama Okon。私たちのために祈ってください。お立ちください。Credo in unum Deum。私は信じます。唯一の神、全能の父、天と地、見えるもの、見えないもの、すべてのものの作り主を。私は信じます。唯一の主、イエス・キリストを。主は神の一人を、すべてに先立って父より生まれ、神よりの神、光よりの光、まことの神よりのまことの神、作られることなく生まれ、死と一体、すべては主によって作られました。主は私たち人類のため、私たちの救いのために天から下り、聖霊によって乙女マリアより体を受け、人となられました。ポンティオ・ピラトのもとで私たちのために十字架につけられ、苦しみを受け葬られ、聖書にある通り三日目に復活し、天に昇り、死の身の座についておられます。主は生者と死者を裁くために栄光のうちに再び来られます。その国は終わることがありません。私は信じます。主であり、命の与え主である聖霊よ。聖霊は父と子から出て、父と子と共に礼拝され、栄光を受け、また預言者を通して語られました。私は聖なる天の父と使徒的唯一の教会を信じます。I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I await the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Fratres, in ac publica et communio ratione, 信仰宣言に続いて6つの共同祈願が行われます。We are having now the prayer of the faithful in different languages. Se Domnes pro toto populo oremus Christum Domino. 하나님께 찬미. 세계 모든 사람들의 구원을 위하여. 박대의 노스에의 마닐라의 노追放. 새로운 신앙의 노旅지として 돌아해. 喜びのうちに旅. 船出したウコンに倣い. 私たちの信仰が強められるようにと願います.We are having now the prayer of the Korean Church that as Ukon was expelled from his country, all people who suffer exile may be comforted and keep their faith in Christ. ユスト・タカヤマ・ウコンは戦に長けた武将として戦いの中で多くの命と向き合い神に背くこともありました。そのような時、ウコンの心に悔い改めの心を呼び起こしたのが、神と自分と向き合う場としての
Takayama-kun choose the way of peace and also integrate the tea ceremony and his being a warrior into the Christian message. May we also proclaim and project the life, a world of peace. May we choose the right ways, the ones who follow us to Christ, lead us to Christ. Just Takayama Okon は大名という身分や多くの財産よりも信仰を選び、小豆島、宇都、金沢、長崎など日本各地で生活を送りました。そして行く先々でキリストを伝え、How we are praying that as Ukon was able to form different communities in all the places he was exiled, that we may also be able to form a community of faith, of following the gospel wherever we go, whatever the situation is. When the decision made for Husto Takayama Okon's exile in Manila, it was no longer for him.マニラへの追放を新たな信仰への旅路として捉え、喜びのうちに船出したウコンに倣い、現代に生きる私たちが常に純粋な信仰を保ち、神を賛美することができるように祈ります。タカヤマウコン、who in the brink of suffering and persecution remained steadfast and set outFor a joy of new faith, we who are living in this modern world pray that through the example of Takayama Okon may remain strong and persevere in our faith and praise God with joy and gladness. Lãnh đạo, lạy Chúa Giêsu Kitô là nguồn bình an đích thật. Với ước nguyện tha thiết của giáo hội Nhật Bản suốt thời gian dài, 身分の高い上主の身でありながら、領内の困っている人たちに常に心を配り、人々への奉仕に生きたウコンに倣い、全世界で政治や行政に関わる人たちが自国の利益だけでなく、世界の平和と個人の尊厳を大切にする国を目指すことができるように祈ります。The Vietnamese community is praying that through the intercession of Takayama Okon, all the leaders of the countries and the religious leaders may be able to guide people through peace.さんの神よ、あなたは計り知れない摂理によって福者ユスト・タカヤマ・ウコンをお選びになりました。信仰の源であるあなたに心を込めてお捧げする教会の祈りを聞き入れてください。私たちの主イエス・キリストによって。これより感謝の典礼に入ります。供え物を準備する間、タガログ語の歌が歌われます。サラ
we are having a song in Tagalog representing the church to which Takayama Ukon was exiled and the church that actually received him in Manila. Thank you.
お立ちください。Orate fratres, ut meum ad vestrum sacrificium, この捧げ物を天の神である父が受け入れてくださるように祈りましょう。神の栄光の賛美のため、また宣教会と私たち自身のために司祭の手を通してお捧げする生贄をお受けください。オブランタムネラ、座野の神をここに捧げる供え物を祝福し、聖なるものとしてください。福者ユスト高山右近があなたの愛に支えられて、あらゆる苦しみに打ち勝ったように、あなたの恵みによって私たちの心にも同じ愛が燃え上がらせてください。神に感謝を捧げましょう。聖なる父、全能永遠の神、いつどこでもあなたに賛美を捧げることが誠にふさわしく正しい務めです。聖人を称える教会は喜びのうちにあなたの栄光を賛美します。十字架の忍耐はすべてあなたの力によるものです。慈しみ深いあなたは主キリストを通して彼らに信仰を燃え上がらせ、不屈の忍耐を力支えて、死に打ち勝つ力をお与えになりました。天と地のあらゆるものは新しい歌を神に捧げ、私たちも全ての天使と共にあなたを賛美し、終わりなく歌います。God of power and might, blesses us, comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. まことに尊く、すべての聖聖の源である父を、今聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちの主イエスキリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。みんなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。みんなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、
あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘。Memories igitur mortis et resurrectionis eius.Tibi Domine, panem vitae, et calicem salutis offerimus, gratias agentes, quia nos dignos abuisti a stare coram te, et tibi ministrare, et supplices deprecamus, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Santo, congregemur in uno.世界に広がるあなたの教会を思い起こし、私たちの教父フランシスコ、枢機卿アンジェロ・アマト、私たちの司教トーマス・アキナス・マエダ・マンヨ、すべての教育者をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹とすべての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちは我み神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人と福者ユスト殉教者、ユスト高山右近、すべての時代の聖人とともに永遠の命に預かれ、すべての誉れと栄光は世々に至るまで。主の教えを守り御言葉に従い慎んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように。Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil.現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ罪から解放されて全ての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残し、私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を変えれば、お言葉の通り、教会に平和と息をお与えください。主の平和がいつも皆さんと共に。互いに平和の挨拶を交わしましょう。
We are exchanging the greeting of peace. Peace for all the people who are seeing us through the internet also. We enter into the communion right now. Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy, grant us peace. Beati qui a cena magni vocati sunt. Domine non sum dignus ut intre sub tectum meum, se tanto di verbo et sanabitur anima mia. 主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧。あなたを置いて誰のところに行きましょう。お座りください。聖体拝領はカトリックの洗礼を受け拝領を希望される方に限ります。係の者の案内があるまで皆様自席でお待ちください。
聖歌タン・トワン・ホン・アン式次第45ページ also joining us in this Mass, speaking about the blessing of God in a thanking song. 今歌われていますのはベトナム語での神の恵み感謝の歌が歌われています。The people seeing this live through the internet, you will realize that many people receiving communion, instead of receiving communion, bow their head and they receive the blessing. Actually, in Japan, it's not uncommon to have non-Christians participating in the Mass. Actually, today, for this ceremony, we have the presence of many Protestant communions, or some Buddhist representative people, and non-Christians who are related to Takayama Ukon, for different reasons, be it for the tea ceremony group or culture or the representative of the places where Ukon had lived and so on. Kyono misa ni sanka shite kudasaru kata-gata no naka de mo yahari katoliku igai no hitobito mo takusan sanka shite imasu.ネット配信で見ていただくようにですね、時々祝福を受ける人々、まあ、今回は、茶道関係また、それぞれの高山右近が生まれてきた、この市、町などの代表たちも参加してくださっています。
聖歌千名慰安詩式次第47ページ参加が歌われています。千名慰安詩。 Now we have the song in Korean. Also the Korean community is joining us in this celebration. 信じる者の力である神を、殉教者ユスト・タカヤモコンは信仰を守り、苦しみを通して勝利の栄光を受けました。主の即行使の神秘に預かった私たちに同じ勇気と熱意をお与えください。私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。お座りください。これから謝辞が行われます。教皇代理として来日してくださった列聖省長官のアマート・スーキ教様と、列聖運動のために祈り尽力してくださったすべての方に対する謝辞が述べられます。謝辞を送るのは日本カトリック教区支局協議会の会長、また副会長、日本の司教団司祭団から感謝の言葉が述べられます。まず最初に日本カトリック司教協議会会長高見光明大司教様お願いいたします。 Representing the Bishop Conference of Japan Monsignor 高見光明 Archbishop of Nagasaki will say his thanks to the Cardinal Amato representing the Pope.In nome di tutti i vescovi giapponesi, come presidente della conferenza episcopale, vorrei esprimere la nostra profonda e sincera 感謝の言葉を述べます。Soprattutto al Santo Padre, poi e 何より教皇様に、Eminenza Cardinale Angelo Amato, Cardinal Amato を送ってくださったことを。またこの列国を指揮してくださったことを感謝いたします。
la sua meravigliosa omelia. Thanks. 感謝、この説教の素晴らしい説教も感謝いたします。Di darmi una permissione speciale di parlare soltanto in giapponese. Sumimasen. I will speak in Japanese, so please forgive me. 日本のカトリック司教団司教協議会を代表いたしまして、Representing the Church of Japan. ご挨拶申し上げます。本日、殉教者ユスト高山右近の列服式が At the beatification of Yusto Takayama Okon, having been blessed by the presence of Cardinal Amato, representing the Pope, I want also to thank that this blessing of the Pope is represented here by Cardinal Amato.また、列聖書の歴代の長官とスタッフ、申請者のオスラトールのビットベル様にも、I also thank Father Wittner, the postulator of the cause, and all the people related. また、多数の特別な方々のご参加をいただき、誠にありがとうございます。All the people who have been present at this mass, 特に駐日教皇大使、ジョゼフ・チェノット大使様、the nuncios of the Vatican,マリアの大司教、モンセニョール・チノット、アントニオ・タベレス教様、カーディナル・オフ・マニラ、アーチビショップ・オフ・マニラ、カーディナル・マト、ダグリン、アンド・レプレゼンティングス・オフ・デ・コリアン・チャーチ、韓国から他にも5名の司教様が、オールトゥエル・セブン・ビショップ・フロム・コリア、また、ルクセンブルグの、ビショップ・フロム・ルクセンブルグ、ジャンコ・ホレリッチ、The Bishop of Cambodia, and the Bishop of Ho Chi Minh from Vietnam, Bishop Paul, and also the Ambassador to the Holy See, and many other people representing the Buddhist denomination of Japan, all the represented authorities, civil authorities from the related places of Takayama-Okon. We thank you very much.この列服式に至る経緯につきましては、お手元にお持ちの冊子の中に56ページこうだったと思いますが、 As the way of the beatification is already written in the pamphlets the people have in there, so I will not speak about this directly now. But I want to emphasize that after the Second World War II, the beatification course was transferred from Manila.Osaka, and was transferred during all the time, all these different bishops, also Cardinal Shirayanagi from Tokyo, accepted and continued this beatification process, all the documents and so on.At the end, the Bishop Conference of Japan became responsible for the beatification of Takayama Okon, and the commission were the ones in charge of this. I'd like to thank especially already departed Misobe, who was the president of this conference.And all the other bishops who were responsible for this, for the people, the historians that work for this beatification. Also, want to thank for all the people who are in charge of the organization of this beatification, especially Bishop Maeda, Archbishop of.Osaka, the Bishop of Kyoto, and many others who have worked in this ceremony, the preparation of this ceremony. And also for all the people who came through all the country, all the people who donated money for this beatification,
all the people who are present now, all the representatives of the liturgy committee, the choir, the musicians, and all the other people related. Thank you very much. Takayama Ukon, as you all know, he received many endurance, he endured many sufferings. He is not the typical martyr in the known way, but as he has already said in the sermon, for more than 40 years he spent his life enduring suffering for the faith of Christ. And for more than 30 years he was always in danger of being killed because of the faith of Christ. Even though he always lead people to faith, Takayama Ukon was a martyr, a witness everywhere he was. So, as in all times, Christianity in Japan have read this preparation for martyrdom, he actually accomplished that. And for nowadays people also, he is kind of magnetic person, inspiring person. Many of us, we still don't know enough about Takayama Ukon, but we'd like to know more. In the liturgy also today, we have many different words, languages representing the liturgy. So the whole Asia is present here. And also we should know each other more to be more lenient, accepting each other. It's not something easy, but I want all of us to be more united through the faith, following the faith of Takayama Ukon. Let us also pray Ukon that he will intercede for us and help us in the church. Thank you very much. ありがとうございました。続きまして、開催地となりました大阪大司教区教区長前田万葉大司教様、お願いいたします。 Now representing the officials of the Osaka Archdiocese, Bishop 前田万葉 will say his acknowledge. アンジェロ・アマト鈴木様、そして皆様方、カーディナル・アマト、アンメニアです。副社、高山ウコン、鉄服、In the day of the beatification of Takayama Ukon, we are happy and we rejoice each other. ただいま日本カトリック司教協議会会長の高見光明、As already Bishop Takami, representing the Bishop Conference of Japan, has expressed his thanks to Cardinal Amato. I don't think it's necessary to repeat again, but I want to say to Cardinal Amato that for me, when we met last year in September, and gave him the date and the place and asked him to make it public as soon as possible and accept this place as the ceremony, the place for the ceremony. He received it
warmly and soon make it public. So I want to thank him for that also. Thank you very much. The fact that this beatification took place here in Osaka is also important for us. And that's also thanks to the support of the Vatican and all the staff. Representing the Archdiocese of Osaka, the fact that we have the blessing of having the beatification in this Osaka place, the prefecture, and that we have been blessed with a lot of people participating and praying for us. I want to say my heartfelt thank you for all of us. Needless to say, each one of the people who have collaborated helped us. And Monsignor Taguchi was the first to take this course in his first, and then Bishop Misobe, who was also marching involved in this. I want to thank especially to these already departed persons. Also for the civil authorities of the people who came from Toyonocho, the place where Ukon was born. All the people related to Ukon's living place, people of the tea ceremony related cultural affairs, all the people including liturgy, the schools, the religious orders, the different choirs that joined us today, to all of them, thank you. Special thanks to all the bishops of Japan and also the beatification committee, Bishop Otsuka of Kyoto, and to all of them, thank you. Many times that they meet together and so on, it was a burden for themselves also. As yesterday we participated in the church, the cathedral, and it's almost the church completely full. So I want to express my joy for this celebration. So this time is our turn to say go in peace from Osaka, and it's also our witness for all the church. The church, the mass today has been almost in Latin. It's kind of something nostalgic for us already. But let us remember that this greeting, go in peace, is to preach the gospel of the Lord. And we also hope that Pope Francis will come to Japan soon, and also that Takayama Ukon will become a saint soon also. So we ask again Cardinal Amato to help us and to support us in this.
And we hope that we can meet each other again in this and that occasion. And I hope everyone can go back safely home. And also, let me apologize for the things that were probably not as they could have been, or the faults that may have been in the organization. And so this is my greetings for all of you. And again, thanks to all. ありがとうございました。続きまして、高山オコンの列腹運動を推進されてこられましたイエズス会管区長梶山義雄神父様、お願いいたします。The provincial of the Japanese province of the Jesuit Society of Jesus will say his greetings to Cardinal Amato and the other people. Angelo Amato, 枢機卿様、本日は教皇様の代理としてこのミサを指示してくださり、Thank you for coming us, coming to us, and also supporting us in your sermon. またご列席の大司教様、司教様、To all the bishop presents, all the priests, 奉献生活の方々、All the religious people, また信徒の皆様、そしてまた lay people, 多くの人々の、And all the other people, この高山ウコンの列腹を、This 高山ウコン beatification ceremony is a joy for us, and we thank all of you. Thank you very much. 列腹の調査は今日に至るまで、その The process of beatification was a long one. さまざまな困難も、There was a lot of trouble in between.そしてまたこの大阪城ホールでの列腹式の And the fact that this mass took place in this Osaka城ホール near the castle of Osaka, so it's a blessing for us. Thank you all. 高山ウコンの列腹を心から待ち望んでいた皆様。All the people who were waiting for this, I think we are all enjoy.And all of us are happy that it's happened. 高山ウコンの列腹に本当に心から感謝して生きることは、The way that we can thank this beatification of Takayama Ukon is a challenge for us to live in faith, hope. Not only looking, but also making it real, putting it into practice.The more you get close to God, the lower he became in the common society of those days, but he came closer to Jesus and his word. In this trivialized society we live nowadays, power, money, and so on, try to part us from the gospel of Christ.So let us work together to keep our faith as a strong part of our life. 高山ウコンの信仰は、神が人間をご自分の姿として創造されたということへの信仰です。Christ, God is the one who made us, the one who gave us life and strength.特に貧しい人々を大切にし our lives for Christ, for the poor people, the people suffering, is also what we can show us. Nowadays, unfortunately, we are always seeing so much people in exile, people who are in poverty, people who are obliged to leave their countries.Let us be close to those people. Let us make a more human society.
The nationalism that is getting stronger everywhere in the world is not the real way for peace. So let us put together our work for peace for the real one. Blessed Takayama Ukon showed his faith on the Creator God. Even in danger or in poverty, he received and accepted the grace that was given to him at that time. In this world where we have nuclear power and other and many other dangers, menacing us, let us live poorly, simple. Let us use what God gave us in the right way and keep our earth alive. This is also faith witness, so let us pray together for this. Blessed Fukusha, the Blessed Takayama Ukon, pray for us. ありがとうございました。それでは続きまして、遠く海外からお越しくださいました司教様方をご紹介いたします。I will introduce the bishops that came from above to visit us to take part of this ceremony. So, Cardinal Amato, representing Pope Francis. Thank you very much.フィリピン共和国から来られましたマニラ教区大司教タグレス司教様 representing the Philippines and the Metropolitan Archbishop of Manila Monsignor Cardinal Luis Antonio Amato Tagle 中日バチカン大使チェノット大司教様アポストリックヌンシオトジャパン、キトラアークビショップミレビュー、モンセニョロゼル、モンセニョチェネット、ヌンシオス、インジャパン、オフェバティカン。ベトナム社会主義共和国から来られました。Representing Vietnam, ホーチミン教区大司教、from Ho Chi Minh, ウィバンドック様、from ベトナム、アークビショップ、ウィバンドック、ホーチミン、モンセニョ、ポール、ウィバンドック。ルクセンブルク大公国から来られました。ルクセンブルク教会大使ジャンクロードオレル氏様。ジャンクロードポリティッチ。アーキビショップジョンスラウチ。This is your house. Thank you, sir. 一緒に日本に来ました。韓国からは6名の司教様方がお越しくださいました。From South Korea six bishops. クアンジュ教区大司教キム様。From Korea, Kwan Ju, Bishop Kim. Masan 教区名誉司教 Park 様 Archbishop Emeritus of Masan, Monsignor Michael Park Jong-il. Monsignor Park, representing Masan, Archbishop already retired.チェジュ教区司教カン様、ビショップオブチェジュ、モンシニョールピーター・カン・ウイル。ウェジオン部教区司教リー様、ビショップウェジオン部、モンシニョールピーター・イー・キホン。ウェジオン部、ピーター・リー、モンシニョールピーター・リー。テジョン教区司教ユー様、ビショップオブテジョン、モンシニョール・ラザロ・ユー・フンシック。ラザロ・ユー・フンシック。最後にカンボジア王国から来られました。From Cambodia, ノンペン首都大陸長シュミット・ハウスラー様。And finally from Cambodia, モンセニョール・シュミット・ハウスラー。
では皆様お立ちください。 Let us stand for the final prayer, for the final blessing. Dominus vobiscum, the Lord be with you. Et cum spiritu tuo. Sic nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. May the name of God be blessed. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Here is our Lord. Et terra. Benedicat vos omnipotens Deus. Blessing of Pater. Yes. Et Filius et Spiritus Sanctus. Holy Spirit, amen. Be with you. Takayama ukon no you ni shinkō o chikara zuyoku akashi tsuru tame ni Let us go to represent Christ as Takayama Ukon did. Thanks be to God. Heisai no uta, Takada Saburo 作曲の Te Deum を歌いながら詩識者たちが帯同します。We are concluding now the church, this celebration with the song of Takada Saburo, Japanese composer, Te Deum.蓮祖神父様、長い時間ありがとうございました。どうもありがとうございました。本当に国際的な今日の日を二度と味わうことができないと思います。本当に貴重な時間でした。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、確かにね、この、レプク式を通して教会、まあ、日本の教会はやはり国際的な、教会信者たち、また神父たち、司教たちも含めて、高山おこんもそうだったように、日本生まれでマニラで亡くなる、その代わりにロレンソ・ルイスはマニラ生まれで日本で殉教するなどですね、はい、昔からやはりこういう交流の深い教会だったから、このレプク式を通して私たちはそれを示す、味わうことができて、本当に大きな恵みだと思います。はい、本当に高山おこんがこの核になって、いろんな先に列伏された方たちを、先に列伏を運動を天国からなさってたのかもしれないですね。そうですね、やはりいろいろ見守ってくださるように、またいろいろとまだ学ぶところが多いんだと示してくださっているような気がします。はい、今はいらっしゃらないですけど、天国にいらっしゃる溝辺司教様をはじめ、多くの方々がどれほど喜んでいらっしゃることでしょうか。そして高山右近こそが今日のミサをどんなに感謝していらっしゃるかなと、本当に感動しながらミサに参加していました。本当にありがとうございます。どうもありがとうございました。ネットで見てくださった人々にも、こういう形で参加、心を合わせて祈ることができて、心から、喜ばしいことでもありますし、まあ、これから私たちもいろんな形でその、メディアの良さですね、メディアを生かして天霊また祈りに、こうつなぐような形ができれば幸いに思います。 For all the people who have seen this program through the internetLet us thank you, all of us, for joining us in this way. Let us also pray that Blessed Takayama Ukon may help us to keep continuing prayer together, to join together in this spreading of the gospel of Jesus Christ. And also let us rejoice that this 400 years process came to an end today, and also is a new start. Now we pray to Takayama Ukon for different blessings.And we hope that we'll see him as a saint someday also. Thank you very much. それでは、司祭団が退場する中、これで会場からお別れいたします。So with this image of the priest, the celebrating leaving the
place of the ceremony. Thank you, all of us, and we leave you. Have a good day. God bless you. 全国の皆様、では皆様で詩式第18ページ「主こそ我が光」を歌いましょう。高山ウコン公式参加、主こそ我が光が歌われています。そのコメントはその作曲者である、シスター前田、一緒に、このコメントを、案内など、してきましたが、改めてこういう形で、聞く、またこれからずっとウコンを代表する歌を、採用してくださった、皆さんのなんかこう気持ちをですね受け止めると感謝したいと思いますが。そうですね、神父様本当に ありがとうございます。主こそ我が光っていうのはミカの予言の言葉なんです。ウコンはこの主こそ我が光、主の光に向かってご自分を少しずつ少しずつ開いて神様に委ねきっていかれたんではないかなと思って、この主こそ我が光が生まれました。本当に今日皆さんと一緒に賛美できたことを感謝しています。そうね、この高山ウコン、やはりこう光であったと、私たちにとっても光であるというところは非常に集約している、ね、はい、なんか名言だと私は思います。まさにその迫害の中で暗くなるとかですね、あるいはひがむことなく、それを前を向いて、それをいろんなものを受け止めながら、やはり信仰希望を失わなかったウコンの姿がその中にあるかと思います。皆さんまだ一生懸命に歌っていてですね、やっぱりその響きが残っているようなですね、宇都宮だったらこの辺でもみんな大体さよならですけどね、動き出しますが、まだまだですね、はい、熱気が残っているような気がします。ね、多くの方が練習してくださったと思います。本当にありがとうございます。どうもありがとうございました、はい。皆様お座りください。ここで本日の聖歌隊をご紹介しておきます。聖歌を歌ってくださった皆様は、
近畿カトリック学校連盟の各校によって編成されました学生聖歌隊と、この日のために全国の小教区から駆けつけてくださった有志の皆様です。ありがとうございました。また聖歌隊を指揮してくださったのは遠藤正樹先生、伴奏のオルガン演奏は桑山綾子様でした。ありがとうございました。アリーナ後方のオーケストラは京都の落成中学校高等学校とノートルダム女学院中学校高等学校による編成、指揮は西尾のぞみ先生でした。ありがとうございました。また列服式の準備運営にご尽力くださいましたスタッフの皆様、ボランティアの皆様、企画運営にあたってくださいました JTB 西日本マイス事業部の皆様にも感謝申し上げます。そして全国からこの会場いっぱいにお集まりくださった皆様、またインターネット中継を通してご覧いただいている全国全世界の皆様にも心から御礼申し上げます。最後に式次第51ページの高山右近イメージソング迷いを捨ててをオーケストラ演奏のもと聖歌隊が歌います。ユスト高山右近列服の喜びのうちにお聞きください。また退場は退場の案内が出ますまでどうぞ皆様その場でお待ちください。それではこれで会場からお別れいたします。長い時間皆様本当にありがとうございました。ありがとうございました。 Here in the last song in the orchestral arrangement, we leave you from here, from this stage of Osaka Joe Hall. 皆様ごきげんよう。
ちまして